はい、皆さん、こんにちは。はるです。お世話になっています。本日はですね、英会話の動画じゃございません。本日は、DMM 英会話のいいところ、悪いところをですね、私がえ少し語っていこうかなと思います。というのもですね、私はもう DMM 英会話を始めて、途中中断した時期もあるんですけども、かれこれもう3年以上になりますと。で、そう英会話時間が、1万、 6000分近くなってきたというところで、これはまあ、あの、計算するとですね、まあ、毎日1レッスンやったとして、まあ、大体2年間ぐらい毎日、えー、もうレッスンをやっているということになります。なので、まあ、相当やり込んでますので、その中でですね、見えてきた DMMA 会話の、まあ、いい点、悪い点というところをですね、あの、先月ながらですね、ちょっとお話しさせていただければな、と思います。 で、皆さんの中で、もしオンライン英会話に興味があるという方がね、いらっしゃれば、まあ、あの、少しでも参考になれば幸いです。はい。で、早速ですね、えー、紹介していきたいと思うんですけども、まず、いい点。いい点の一つ目ですね。一つ目は、えー、ブラウザでレッスンが受けられると。つまりですね、どういうことかというと、あの、ま、スカイプとかのアプリのインストールがいらないと。 いうところでございます。で、やっぱり他のオンライン英会話だと、まあ、スカイプインストールしてくださいとかっていうところが多いんですけども、DMM 英会話ではですね、あの、もうブラウザにアクセスさえすれば、それでレッスンが受けれると。で、なおかつ、そのデザインがすごく見やすかったりするんですね。なので、教材を見ながら、先生との顔もちゃんと見ながら、会話できるような。 非常にこう洗礼されたブラウザの何て言うかなデザインというかあのページになっているのでその点もすごくいいかなと思いますそして二つ目のいい点としてはですねあの教材があー素晴らしいと教材がとにかく素晴らしいというところですねあのすでに出版社からですね出ている教材もですね使えるんですけども それよりもですね、私個人としては、あの、オリジナルの、えー、オリジナルの教材がもう素晴らしいなと思います。私この、まあ、3年間とかを通して本当にいろんな教材を使ってきたんですけども、えっ、ー、と、どれもですね、オリジナル教材をね、素晴らしいなと思います。えっ、ー、と、やっぱり見やすくできてますし、あとはレベル別に、あのー、 いろいろとこう教材が組まれていて種類も豊富なのでもう本当に幅広いレベルの方がまあそれさえあれば英会,話力を英会話力を伸ばせるような教材になっているとでもあの特になんですけどもあのデイリーニュースというのがあるんですよで一番人気の教材なんですけどもあのデイリーニュースアーティクルっていうまあなんか時事ネタ、えー、記事をですね 英語の記事を先生とと一緒に読むとでその記事についてディスカッションをするという教材なんですけどもこれが素晴らしいですねあのこれをやってればですねもう英会話は必ず伸びると必ずと言っていいほど伸びると思えるぐらい素晴らしい教材ですねあのやっぱりですねえっと空港での英会話とか ホテルでの英会話、タクシーでの英会話みたいに、まあ、限られたシチュエーションで使える英会話とかもですね、すごく大事なんですけどもやっぱり日本語で会話するときってなんかこう最近のニュースだったりとか時事ネタに関して話すことが多いじゃないですかでそういうシチュエーションがですね、英会話の場であんまりないんですねでそうするといざそういう 会話になった時に英語のフレーズが出てこないとかっていうことがやっぱりあるんですけどもやっぱりデイリーニュースをやってるとそのあたりもカバーできるとでなおかつあのまあ、典型的なフレーズもですねやっぱり質問とかに答えてたりとか会話する中で絶対に出てくるのでそこも学べるオーソドックスなフレーズも 結構ニッチなフレーズもデイリーニュース一つでもう学んでいけると素晴らしい教材だと思います。で、その記事もですね、あの、ビギナーの方からプロフィシェントという形であの、レベル別に分かれているので、難しい記事だとまあ、語彙、語彙も結構難しいめと。で、ビギナーな記事だとあの、優しい語彙が出てるというところで、で、しかもその、 ネタの内容が本当に昨日とかあの直近でですね、起こったことなのでもうシンプルに勉強になりますと。ね、なのでもう英語力以外の,あの能力もなんかつくというような部分でデイリーニュース素晴らしいなと思います。で決してあのお金もらってるわけじゃないんですけどもすごい個人的にはおすすめと。なので いいところの2つ目として教材オリジナル教材が素晴らしいというところにありますはいそして3つ目なんですけども3つ目のいい点としてはですねやっぱり安いですね、えー、安いです私があの入っているプランがスタンダードプランという一番こうベーシックなプランなんですけども1日1回25分のレッスンを受けられますと で、月々の支払いが、ま、6400円ぐらいなんですね。なので、まあ、1レッスンあたり、本当に200円とかその辺になってくるわけですけども、ね、先生の時給換算で言うと相当お手頃、お安くなってますよね。で、他のオンライン英会話と比べても、おそらく一番安いかと思われます。なので、この点についても、あの、続けやすいですし、えー、やっぱり、 安い方がね何かといいと思うのであのいい点だなというふうに思いますね続いて悪い点紹介していきたいと思いますで悪いとは言ってもですねあの私個人の感想ですので、まあ、決してですね、まあ、あの皆さんが、えー、悪いと感じる点ではないと思いますので、まあ、あくまで私が少し気になった点としてですね捉えていただければと思います、はい で、まず一つ目、えー、まあ悪い点、気になった点の一つ目なんですけども、えー、通信環境ですね。で、先生の通信環境ですね。あのー、先生によってはですね、えー、少し通信環境が悪い方がいるかなと思います。で、フィリピンの講師の方が多いんですけども、やっぱり地域、お住まいの地域によっては、少しですね、 えっと、環境が整ってなかったりすると。そうすると、先生自体はもう非常に素晴らしい方なんですけども、ちょっとあの、思ったより授業が進まなかったなと。途中で切れてしまったりとかして。っていうところがですね、結構あるように思います。ただまあ、その場合でもですね、えっと、あの、会社の方に、まあちょっと、あんまり今日、先生の通信環境良くなかったです。という風うに言うとですね、 え、プラスワンレッスンチケットといってですね、あの、通常のプランとは別に、無料でワンレッスンいただけたりとかするので、まあ、神対応ですね。なので、あんまり気にする必要はないんですけども、まあ、ちょっと、おまあ、時間がですね、レッスンの時間があんまり日中取れなくて、この時間しか、え、レッスン入れれないのにっていう方ですと、 やっぱり一度,一度きりのレッスンの中で満足いくレッスンができなかったりとかするとですね、えー、まあちょっと残念になってしまうかなと残念に思えてしまうかなという部分はありますと、えー、続いて2つ目の気になる点としましては <laughs>、えー、人気講師の方のです、ね、スケジュールが非常に取りづらいというところにあります DMMA 会, DM 会話ではですね あの、先生がですね、5つ星評価でですね、えー、受講者に評価されて、えー、星がついてるんですけども、だいたい星が4.8とか4.9以上の方っていうのは、えー、非常にスケジュール、レッスンの時間を取りづらくなっていると。まあ仕方ないんですけども、特に、えー、ゴールデンタイム、19時から23時ぐらいですね、 皆さんお仕事終わりにレッスンを受けられる時間帯。ここはですね、星が4.8から9ぐらいの先生っていうのは、もうほとんど取れないですね。もう本当に前日に取ろうと思っても取れなかったりしますね。はい。なので私としてはですね、もう朝方に切り替えて、毎朝7時からですね、レッスンをしているんですけども、そうすると意外と取れますね。前日の夜に、えー、と、7時。 次の翌日の翌朝の7時に撮っておくというところは意外と撮りやすいのでおすすめでございますと。最後3つ目にですね、少し個人的に気になる悪い点と。こちらはですね、15分前、レッスン開始の15分前に予約をしなければいけないという点でございます。 でこれどういうことかというとですね例えば、えー、夜7時からレッスンをスタートしたいとなった時に、えー、6時45分までに予約を完了させなければいけないとで45分を過ぎてしまうともう次のレッスン開始が、えー、7時半となってしまうというところですねで15分これぐらいいいじゃんと思われるかもしれないんですけども意外とですね この15分がですね、聞いてきます。っていうのも、今は私朝方なのであんまりないんですが、もともとその夜レッスンをやってた頃に、あの、思い立って英会話レッスンやりたいと、今からやりたいとなる時が結構あるんですね。で、そんな時に、例えば6時40分ぐらいだとして、7時からレッスンやりたいとなったとするとですね、えー、まあ、 ちょっと Web を立ち上げたりとか先生とか教材選んだりなんやかんやしているうちに5分が過ぎてしまって6時46分とかになってしまって次のレッスンがもう7時半からだとなってしまうとそうするとあの晩ご飯食べたりお風呂入ったりとかって考えるとえっといいやっていうふうになっちゃったりとかするんですねなので あの、まあ、この15分が意外とですね、あの、効いてきたりもするわけですね。で、例えばレアジョブだと、僕は前レアジョブやってたりもしたんですけど、10分前ぐらいでよかったりとか、キャンブリーとかだと、ね、予約が不要だったりしますよね。そういう、ま、時間的なユーズが効くっていう部分っていうので、まあ、他のところの方が少し勝っているところもあるかなと思いました。 まあただですね、あの、計画性を持ってですね、えっ、ー、と、毎日決まった時間にレッスン入れられている方とかだったらですね、全く気にならないと思いますので、まあ、最後はですね、えー、ちょっと私の個人的なあ気になったポイントになりますので、えー、気にならない方はもう全く問題なく使っていただけるかなと思います。 はい。えー、いかがでしたでしょうか以上になります。えー、いい点3つ、悪い点3つ上げさせていただきました。えー、いずれもですね、私の主観がかなり入ってますので、ま、あくまで参考程度にしていただければなと思います。で、特にですね、えー、今日申し上げた中で、やっぱり強調したいところは、まあ、いい点の教材、オリジナル教材が素晴らしいというところでございます。 ぜひ皆さん一度ですね、まあ無料体験でも試しに使って、えー、いただければ、あの、良さがわかるんじゃないかなと思います。はい。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。